はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、健康診断のね、血液検査では必ず測定される LDL コレステロールっていうのがあるんですよね。まあ、それは俗にですね、悪玉コレステロールとね呼ばれています。それはですね、なんでかと言いますとですね、まあ、この数値が高くなると動脈硬化が進みやすくて、心筋梗塞とか脳卒中などのね原因になることがね分かってるからなんですよ。特にね、糖尿病があるなどのね動脈硬化をね進める他の病気を持っていると、その危険性はより高まってしまって、治療によるねコレステロールを下げることで病気の予防になることも分かってるんです。ただしですね、他の病気のない健康な人の場合も同じことが言えるかどうかははっきり分かっていませんでした。去年ね、デンマークで行われた大規模な調査のね結果がね報告されたんですけどもね、10万人以上のね一般住民をね調査して、血液中の LDL コレステロールと死亡リスクっていうのの関係をね見たところですね、最も死亡リスクが低かったのは、検診ではね、まあ少し高めとされているね140という数値というぐらいの人だったんです。その一方でね、コレステロールを下げる薬を使っている治療中の人っていうのでは、最も死亡リスクが低かったのは89の人なんですよ。要するにですね、他の病気がない健康な人ではですね、悪玉コレステロールは少し高めぐらいがね一番よくってですね、動脈硬化の病気があったりとか、その危険性が高かったりするような人では、しっかりと下げることが大切であるようです。コレステロールはね、ただ低ければ良いということではなくてですね、その人にとって最適があると言えそうです。しかしですね、2型糖尿病の人はですね、コレステロールも特にね LDL コレステロールの数値を、ね、下げることはね必須項目なんですよ。血糖コントロールが悪くてですね、さらに LDL コレステロールが高いと様々な病気のリスクが上がるからなんです。糖尿病があるとですね、まあ、糖尿病でない人と比べてですね、心血管疾患のね発症リスクがね2から4倍高いとね言われています。心血管疾患というのはですね、心臓に血液を供給するあの冠動脈というのがあるんですけどもね、その血液の流れが悪くなって、心臓に障害が起こってしまうね冠状動脈性心疾患っていうのをね発症するとね、予後が悪いこともね明らかになってるんです。LDL コレステロールが高いとですね、動脈硬化が進行するので、心筋梗塞のねリスクもね高くなります。糖尿病のね心筋梗塞の発症頻度はね、糖尿病でない人のね5倍以上です。すでにね心筋梗塞を起こしたことがある非糖尿病患者さんがですね、心筋梗塞を再発する頻度とねほぼね同等というね報告があります。コレステロールはね数値が高いほどね心血管疾患のリスクを高めてしまってですね、LDL コレステロールがね160以上のね糖尿病患者さんはですね、100未満の糖尿病患者さんに対して3.7倍もね心血管障害が起こりやすいとも言われています。一方でですね、コレステロールを下げることで糖尿病患者のね心血管障害の発症リスクがね低下することがね、複数のね臨床実験で、ね、明らかになってます。ある研究ではですね、コレステロールを下げることで糖尿病患者のね心血管疾患の発症リスクがね 30% 低下するとね結果もね出てます。このようにコレステロールというのは低ければ低いほどいいよという考え方もあるんです。ではどのぐらいまで下げれるのがいいのかという話なんですけどもね、欧米ではですね、臨床現場においてね LDL コレステロールをね70まで下げろ、いやいや50まで下げては問題ないぜとも言われています。まあ遡ることなんですけどもね、僕たちがねその母親のねお腹の中にいた時はですね、 LDL コレステロールはね30から40ほどしかないので、いくら下げても体に害はないだろうとね考えられてるんですよ。まあ病気の場合は特になんですけどもね、総コレステロール値をね下げるとともにですね、悪玉コレステロールが高かった時のね半分のね数値を目指すことをね目標にね治療が行われるんです。それに対して日本でのね LDL コレステロールのね管理目標はね、まあ一時予防でね120で、冠状動脈性心疾患をね一度起こした人っていうのはですね二次予防でね100となってます。ただしね、喫煙とかねメタボリックシンドロームとかね慢性腎臓病とかね末梢動脈疾患とかね非心原性脳梗塞腫瘍危険因子のね重複などね
他の高いリスクの病態をね、糖尿病とね合併している時はですね、二次予防のね管理目標はね、よりね厳格にね70になります。まあ、このようにですね、LDL コレステロールね、まあ、50とか70とかまでね下げた方がいいですよという点についてはですね、欧米と一致してますけどもね、欧米人と日本人とではねデータが違うので、日本人ではね50まで下げろとはねならないんですよ。 LDL コレステロールをね下げる上でね大切なのはね、まずね食生活の改善でございます。食事療法やね運動療法はね欠かせません。卵やレバーなどねコレステロールの多い食品に関してはね、まあ、常識の範囲内でね摂取しましょう。コレステロールはね体の中で合成できる脂質なんで、食事で摂取するコレステロールによる影響っていうのは少ないとも言われているんですけども、コレステロールが高い人が、まあね、1日に卵をね4個も5個も取ることはね、おすすめできません。そんな人がね食生活の改善でね数値が下がらなければね薬物治療になります。薬をきちんとね服用するとですね、 LDL コレステロールはね下がります。血糖値とかね血圧と比べてね、コレステロールっていうのはね下がりすぎの心配をしなくていいので、お医者さんの管理のもとでね薬を正しく使えばね副作用も恐れることはねありません。まあ、僕はまだね飲みなさいとは言われてませんけどもね、まあ、言われるほどね LDL コレステロールが上がらないようにね食事療法はね続けていきます。まあ、そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。